はいどうも、ふめだよです。今回ですけど、明日新ガチャ情報が、解禁されると思いますので、やっていきたいなと思います。はい、ということでやっていくんですけど、今現在ですね、まあ誰が引く年セレボということで、まあ多分引いてない方の方が多いと思うんですけど、この、セレボですね、謀略の大臣ジャファーが入った、セレボですね。1月16日までということで、その前日15日の月曜日ですね、こちらの11時、に、おそらく情報が解禁されると思います。で、次何が来るのかっていうのは、まあ個人的にはもうあれしかねえだろうっていうのが分かっております。はい、ということでやっていくんですけど、まずですね、再生リスト見ましょうか。はい、こちらです。ディズニーゲームの方は特に更新ございませんということですね。新ツモの最速プレイとかは来月からやるんかな、てかもうなくなったのかどっちかですけれども、はい、ちょっと気になりますよね。でつむつむチャンネルということで、こっちはね、まあ更新がありまして、ピックアップガチャ1本入りましたよということと、セレボも1本入りましたよというところになってます。まあなんで今月はもう多分一本ずつかなと思われます。はい。っていう感じなんですけど、じゃあどんなスケジュール感になるのかっていうところですけど、月末のイベントステッカーブックがですね、なんとね、はい、20日からなんですよ。今回。めちゃめちゃ期間長いところ、こう謎も必要なので、5種新積む確率アップは、ここと一緒に絶対来るんですよ。基本は。だって新ツム限定のイベントなんで、ここで新ツム確率アップがなかったらわけわからないので、ってことはセレボの後はですね、新ツム確率アップはまあ間違いなく来ないんじゃないかなというのが、まあ自分のまあ予想です。っていうことはよ、第2弾ピックアップガチャ濃厚かなと思います。はい。ですね。これで間違いないでしょう。第2弾ピックアップガチャが来ると思います。じゃあ何が来るのかっていうところだけど、わかんねえ。マジでわかんねえけど、まあ、新ツム絡みで言うとやっぱりミッキー&フレンズですね。あとはムーラン。あとプーさんスティッチの絡みが来るんじゃないかなというところと、まあ、あと辰年でドラゴン系。ドラゴン系っていうともうマレドラ。まあ、ピックアップだとね、マレドラが来るとね、まあ、結構熱いかなと思いますし、あとは、なんだろうね。あとはもう個人的には、毎月、あれですね、モカとかああいうユニベアシティやったっけ、あれが1月毎、毎年来てるので、あそこ、あの辺がまあピックアップガチャで来ることが多いので、まあそこかなという感じですね。あれ、去年来てないか。え、去年来てない。もしかしてだけど。やばい。てかこれセレボあれだね。第2弾セレボ乗ってね。すいません。乗せてなかったっすね。去年の。もう一年振り返るかじゃ。もう一年振り返ったらさすがにあると思う。え、いない。え、いない。しかもここもセレボ抜けてる。うわ、やべえ。ちょっと追加しとかないとっすね。でもマレドラ入ってますね。マレドラ入ってますよ、というところとか。あとは、あ、そうか。エトツムがもしかしたらね、来るかもしれないですね。クララベルカウとか、まあ、ダルマミッキー、ダルマミニーとか。あとは、プンバーもそうか。プンバーでもなんか最近来た記憶があるんですけど、プンバー。あと、エトツムで言うと、誰かいたっけ、それぐらいか。あと、シアカーンとか。まあ、シアカーンも最近来た気がしますけど、その辺になるのかなと。ミッキー&フレンズだと、やっぱり、ダルマミニーかな。ダルマミッキーは、ミッキーセレボで来ちゃったんで、っていうところっすよね。っていう感じでございますね。ユニベアシティ、ユニベアシティ。ユニベアシティだってたっけ？ユニベアシティが来るはずなんですけど、1月は。すべて入ってねえんだよな。俺が見たいとこ、入ってない。ああ、ここは入ってる。モカとプリン。
あとスフレとかいますけど、まあ、その辺がね入ってくるんすと思いますけどね。うん、ここにか、ここ1月のガチャ、ここはないか、ここか、はい、っていうところっすね。まあその辺かなと。プーさんスティッチはどうすかね。暴れん坊スティッチ、波乗りスティッチとか、ホリデースティッチ来たっけ最近。ホリデースティッチ来ましたっけ。12月来たか、さすがに。あ、来ましたよね。ホリデースティッチ来ちゃってるんで、ホリデースティッチないし、うん、ムーランも来てる。兵士ムーランしかいないですよね。そうするとムーランも兵士ムーランしかいないしとか、なかなか予想難しいですね。やっぱシアカーもここに来てますしね。なかなか予想が難しいです。まあとりあえず三が日セレボと大晦日セレボで来たツムは、まあさすがに今月は来ないと思います。ただ来月以降は、まあ来る可能性は全然あるかなと思いますので、まあ一応その辺は認識しておいてもらえたらなと思います。まあ、あとは一つ言えるのは、ラスト賞は曲付き、ボイス付きになるのは、確定でいいかなと思います。ただ、あの、11月だったっけ ?11 月は謎の月地系2回だったんですよね、確か。まあ、稀に、とかよくわからんけど、運営さんが間違えたかもしれんけど、ここ謎に2回月地系だったんですよね。そう、そういうところもあったりするので、はい、まあ、逆にそっち来てくれたら個人的には嬉しいんですけど、はい、いう感じかな。うん、まあ皆さんの予想もぜひよろしくお願いします。あとはまあ自分は第2弾ピックアップガチャがもうほぼ確でいいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、その辺いやちげえだろうとか、まあ、こっちじゃねえっていうのもあれば意見いただけると嬉しいです。まあね、何か裏付けるやつがあればですね、ちょっと自分も参考にできるんで、はい。あとここ第2弾セレボは多分こっちにずれ込んで、月末にもう一回あれ来ると思います。確率アップは、おお、多分こうなるんじゃないかなと思います。ここはちょっと1日ずれたりするかもしれないですけど、はい、感じですね。はい、ということで、自分の予想は以上になります。明日ですね、情報解禁されると思います。まあ最速で上げれるように、できるだけ準備しておきますので、皆さんぜひ、チャンネル登録して聞くべきかの考察動画、確認してください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイ。